福建事変の中心人物に渡るン、人名クルル、最低、小光福建事変、または、変とは、1933年11月に、福建省で起こった、地方軍の反乱。第一次上海事変で奮戦したため、小解石によって、福建移住と、公軍討伐を命ぜられた19素地軍を、核としている、反日反省を標榜する福建人民政府を、 成立させたが、1934年1月13日に、国民政府中央軍が、復讐士に進駐したため、反乱はにかつ来たらずで収束した。福建人民政府を成立させた、国民革命軍19素地軍の前身は、関東軍第一師団である。1926年、関東軍第一師団は、国民革命第四軍に改編され、利渡るがその訓長に任命された。 第四軍は、小介石の主導する北伐において、大きな戦果を上げ、人命クルルが師団長に任じられていた第10師は、格上げされて、第11軍に改編された。1930年の中原大戦においても、第11軍が、小介石配下として参加し、北方の氷玉将及び、延釈山の軍を撃破した。その後第11軍は十九素寺軍に改編され、 小光を葬式、最低を軍長とする体制が確立された。19素寺軍は、その後第三次が濃い総攻軍の作戦に参加している。1931年に満州事変が勃発すると19素寺軍は、上海防衛を任務とされた。この時期、南京国民党政府では、対日方針をめぐって、内部対立が続いており、小解析が下野すると政府は、 関東系による運営が始まった。1932年の第一次上海事変では、抗日意欲の強い19素寺軍は、日本軍と積極的に戦った。しかし、日本軍との衝突を避けたい。蒋介石は、19素寺軍を上海から、福建省に移駐させ、航軍討伐を命じた。なお、国際都市である上海における戦闘は、 国際社会において中国同情論を弱気している。その後、軍事的指導者不在の南京政府は再び、小解析を軍事指導者に仰ぎ、南京政府と日本軍との衝突は、外交交渉の結果、単空停戦協定によって一応の解決を見た。上海を離れた19素寺軍は、復建地区での共産党勢力討伐作戦に従事した。当初は、 順調に進捗した、この作戦も、19素寺軍が、法徳海軍との戦闘に敗北した後は、降着状態が続いた。最低党は、共産党との和解交渉によって、停戦に踏み切った。この時期、ヨーロッパ視察を終えた、陳明クルルが帰国し、1933年6月に、関東の理想人、陳渡る党らと連絡を取り、南方に人民政府を成立させて、 南京国民政府に対抗する提案を行うが、両者はこれに賛同しなかった。しかし、蒋介石がこの情報を察知し、反乱への対処を急いだ。1933年10月26日、中華ソビエト共和国臨時中央政府、中国高能公軍の全県代表と、福建省政府、19素寺軍の全県代表との間に、 反日反省の軍事同盟の実現を準備するための反日反省の諸保協定なる密約がなされ、皇軍と19素寺軍の間の戦闘は停止した。こうした中、11月には最低の19素寺軍を基盤とする福建の国民党指導者は一大反省陣に踏み切ったのである。中華共和国も参照1933年11月20日、小光。 最低らの19素人軍省領は、厚生派のタ渡シンや沈明くるる、第三党の危機かけら、格闘各派の反省派の軍人、政治家を結集し、生産人民党及び第三党による中国全国人民臨時代表大会を復讐で開催し、中華共和国人民革命政府の成立を決議し、人民権利宣言を採択した。翌21日、最低。 小光、リ渡タ陳明、クルルラは中国国民党から脱党する胸の電報を各所に発し、22日には李渡タ信を政府委員会主席とする中華共和国人民革命政府の成立を宣言して中国国民党を廃止した。19素寺軍は人民革命軍と解消された。しかし、桂系の陳割党は小介石の怪獣により、 中華共和国への不支持を表明、孫文未亡人の総敬礼も政権樹立に反対の立場を表明した。福建人民政府は中国共産党との協力関係を模索するが、共産党内部では毛沢東らの敬派と欧米らの国際派による権力闘争のため交渉が進捗せず、また欧米ら党中央の極左的方針によって、福建人民政府を支援しなかった。 12月5日、中国共産党中央は、コミンテルンの下からの統一戦線先日の定石通りに、復権人民政府の姿勢を見るにこの政府は、人民的でも、革命的でもないとの批判を表明したのである。より合い状帯であった復権政府の実情は、革命路線と非革命路線の中道を行くものであり、中共中央の批判はその通りであったし、皇軍もまた、 上海事変で優先した19素寺軍が第4次包囲討伐では国民党軍の中の精鋭部隊として後軍を苦しめた記憶がまだ生々しいものであったため19素寺軍が反省を掲げても容易にそれを信じきれなかったのでいわば見殺しにしたのである。紹介析は事変に対処すべく1934年1月1日に総攻撃を開始し 八個師団の陸軍部隊を投入するとともに、海上、航空兵力を目視して攻撃を加えた。圧倒的優勢を誇る討伐軍の前に19素事軍は壊滅し、5個軍団中4個が前線で反旗を翻して中央軍に投降した。小海石の差し向けた中央軍は1月13日に復讐に進駐し、孤立無援の復権人民政府は成立後50。 通過でが返した。1月21日には19素寺軍の残存部隊も中央軍に投降し、ここに復権事変は完全に終結した。小光、最低、陳明クルル、リワタルフカシラは香港へ逃亡し、19素寺軍は解散し、その兵力は各部隊に分散して再配置された。1932年以降の地方軍の反乱は、この復権事変も含め、 どの場合も短期間のうちに収束し、むしろその過程を通して、小解析支持勢力の優位は揺るぎないものになっていった。ありがとうございます。